ちょっと縁が遠いのかもしれませんけど、子どもの治療というのをテーマしてますので、まあね、だいぶ昔の話になりますけど、まあ、お子さんとかお孫さん、一番前ですよ、こちらですのために、少しだけやっておこうと思います。子どもの治療、子どもの治療というのはですね、まあまあ簡単です。あまり複雑ではない。というのはそれだけ人生の歴史が短いですから、まあ、その体調を悪くする原因も少ないわけですね。で、交感神経を抑えるか副交感神経を抑えるか、どっちかで大体、ただ確か例えば手でいけば手の人差し指を治療するか薬指を治療するか、このどちらかです。どちらかやれば大体3歳ぐらいまでの子どもは意外と短時間にパッと変わりますので、あまりにパッと変わるのをびっくりしないでほしいというぐらいのことです。だからどっちの症状かなというのを見定める、これが重要で、実際に治療はもう子どもはですね、皆さんと違ってもう針をですね、例えばファインタッチのもう1か2ぐらいのでパチッとやったらもう血はどんどん出ます。こんなに簡単かなっていうぐらいにどんどん出ますので、治療の技術はほとんどもういらないと思ってください。まあ、ここでいう子どもというのは、まあ、5歳まで入りますかね、まあ、5歳過ぎてくるぐらいになるとだんだん、あんま言うことを聞かなくなりますので、まあ、3歳前後と思っていただければ一番間違いないと思います。で、これまでだったら手か足かのどちらかと。で、今小学生といってももう5、6年生だともう私とあんまり世帯変わらなかったりしますから、もう下手すると5、6年生になると大人と同じ治療をするということもあります。まあ、一番子どもの頃の体験、これはまあいいとして、そうですね、まあ、この勉強会のことをちょっと書いてるんですけど、この勉強会なんでやり始めたかっていうもう一つの理由があるんですね。皆さんの健康っていうのもあるんですけど、皆さんがこれで整形しらくやったり東洋医学がいいなと思っていただくと、皆さんの子供とか孫がちょっとそのちっちゃいうちに体験すればですね、大人になって、あ、これです、今これやってます、大人になってですね、なんか少し鍼灸師でもなってみようかなっていう気になるんじゃないかなというのが半分この勉強会の目論みだったわけなんですけど、2番目徳郎が大誤算とありますけど、もうこうやって皆さんのように勉強会にいらっしゃる方が、子育て終わったからまた鍼灸師になりますとかですね、鍼灸学校行ってみようかなとかですね、ある日突然私のところトコトコっと来て、先生私鍼灸師になりましたっていう人がポロポロ出てきたんですね。もうそれが今もう30数名いらっしゃいますので、まあ大誤算はしたんだけど、まあよかったなということです。3番目ですね、子どもは副交感神経が優位と。子どもはこんなちっちゃい子どもがですよ、3キロぐらいで生まれた子がだん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 大きくなります。で、親と背丈が同じになるまではだいたい副交感神経というのが優位ですから、アレルギーの症状がたくさん出ると。これはもう人間がそういうふうにできてるもんですから、しょうがないんですね。たまに交感神経が興奮してるっていう子どももいないことないです。で、そういう子はどういうことかこうかっていうと、おあんかもう言うこと何でも聞くし、親がなんかはいこれしろって言う前にやってるようなですね、そういう子どもがもしいたら、ああこれは交感神経かなと思ってくださいね。普通はもう朝ぐずぐず起きて、もうああもう嫌だとかね、あなんかあそこがかゆいとかこうってすぐ微熱が出てうじうじ言ってる、これは子供ですから。で、これがひどくなったなと思った時には副交感神経ですから薬指を白くするんですね。で、だいたい子供の8割9割が、この副交感神経です。で、副交感神経、4番目ですね、を抑制するというのは薬指です。手と足両方とも薬指が、
交感神経を抑制しますので、まあ、寝てる間手出してくれてれば手をちょんとやってください、ね、寝相が悪くて足をこう出してれば足の薬指をちょっとこうやったら次の日はすっとこう楽になってる場合があります。じゃあどういう時にその薬指をやるんだと、副交感神経異常興奮の症状というのはどういう時かと、5番目ですね、アレルギーの種類と書いてますけど、このアレルギーというのが副交感神経が優位ということですから、花粉症、鼻水、鼻詰まり、目とかまぶたのかゆみ、ね、お父さんなんとかかゆいとか、そこかいちゃダメとか言うでしょ、からジンマシン、アトピー、喘息、血圧が低いとかめまい、嘔吐、下痢、あの子供の病気でよく嘔吐下痢とかいうのが出てきますよね、そういうのもこれですよね。だから潰瘍性大腸炎、これもお腹が痛くて下痢をするっていうのは潰瘍性大腸炎です、下血、これひどくなるとあの血がうんこに混じる場合もあります、そういう場合もありますね。から乗り物酔い、朝起きるのが辛い、朝起きるのが辛い人は低血圧と言いますけど、低血圧も朝起きるのが辛いのも副交感神経が働きが強い人ですから、動作が鈍い、のんびりやってるわけですね、で微熱が続くとかですね、熱の出方でも風邪ひいた時にパーッと高い熱が出るっていうのは交感神経、もうぐず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 微熱でなかなかこうパッとしないっていうのが副交感神経の方ですから、で微熱、それから生理痛、結膜炎、目ん玉が痒くて赤くなるのですね、痒みもですね、頭とか足、鼻、脇とか肛門、陰部、こういうところの痒みが出てきます。そういうところを見たらですね、おじいちゃんおばあちゃんはあれ、ちょっとこれはアレルギーが出てるぞと、で薬指をちゃんとやってあげるとすっと楽になります。アレルギー、これを起こす誘因ですね、アレルギーの原因というのは副交感神経ですから、誘因というのはその副交感神経をもっと興奮させることです。でこれは何かっていうと甘いもの、まあ、お菓子ですよね、砂糖から油っぽいもの、油でもですね、酸化した古くなった油ってのは一番良くないですね。だから小麦製品、パンとかクッキーとかうどんっぽい、このものです。パン良くないですよって言うんですけど、重さから言うとですね、うどんの方が重たいですよね。パンって意外とスカスカですからで博多でラーメンって言うとすぐ替え玉って言うでしょ、麺は結構重たいんですよね。あの麺の小麦の量でパン作ったらどのぐらいになるかなって僕もやったことないんですけど、半斤ぐらいはできると思いますから、だから替え玉すると1斤ぐらいパン食べてるのと変わらないぐらいになってしまいますから、だから結構あのうどんとかですね、ラーメン、そうめん、スパゲッティ、これはなかなか危ないぞと。で粉物ってありますよね、関西からの四国は粉物文化だと、粉物よく食べるって言うでしょ、福岡もうどんって言いますよね。で関西からちょっとこうもう少し北の長野とかあっちこの方に行くと今度はそばになってくるんですね。で、粉物が多いところっていうのはやっぱりこう血糖値が高くなって糖尿病であったりとかアレルギーが多かったり、こういうのが多いんじゃないかなと思います。それからですね、間食、食事と食事の間にお腹の中物を入れるとあんまりよろしくないですね。から動物、猫とかハムスターとかですね。からぬるいお風呂に入ると副交感神経が興奮します。だから逆に血圧が高くてカッカカッカ頭に血が上ってるようなお父さんはぬるい風呂にゆっくりつけとけばいいんですよね。でふにゃふにゃっとさせてしまえば血圧もシュッとこう下がる。厚着をさせるとかですね、炭酸ガス、炭酸の入浴剤っていうのがありますけど、あれはもう、 こう炭酸すると、副交感神経を与えて血管がファーッとこう広がるんですね。だらーっとなってしまいます。それからタバコの煙、これもねいろんなものが入ってますので、タバコの煙の中に、まあタバコの成分の中に、ニコチンっていうのがあるんですけど、これがもうものすごく副交感神経を異常興奮させるというものなんですね。だから未成年にタバコを吸わせるなって言うんですけど、これこうアレルギーがひどくなるから吸わせてはいけないとそういうことを言ってるわけですよね。
よくまあこれお酒、あれお酒抜けてたかな、お酒が抜けてましたね。お酒もダメでしょ、ちっちゃい子供にはね。で酒とタバコっていうのは副交感神経を異常興奮させてアレルギーができて動きが鈍くなって勉強できなくなるから、これはダメだよというわけですから、まあ帰ってお孫さんがいたらですね、この自律神経の話をしてあげればいい。ちょっと来なさい、ね、親のちょっと来なさいって、いいことはないんですよね。ちょっと来なさい、小遣いあげるってもらったことないですからね。大概ちょっと来なさいって言われると、なんかまた俺やったかなと、あんまりしょっちゅうやってるもんだからどれかわからなくなるんですよね。でとりあえずすいませんって頭だけ下げておくんですけど、それで少しお話してあげてください。自律神経はこうでね、副交感神経はこうでねっていう話をしてやると、ああ、なんかうちのじいさん少し知恵ついてきたなと、孫が喜ぶかもしれませんから、まあそういうことですね。7番目、ところがさっき言ってた交感神経の話ですけど、風邪はですね、だいたい交感神経なんですね。まあ大概風邪ひくというのは、もうね、子育てしたことある人は分かるようにですね、どっか行こうとかですね、明日から旅行だとかですね、運動会がとかですね、もう子供ワクワクウキウキして、あ、眠れないとか言ってる時にですね、朝起きたらなんか風邪ひいてるっていうのが多いんですよね。もうカッ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 、もうその時に限って交感神経興奮してるわけですよ。だ、熱出して旅行行けなくなったとか、こういうのはですね、交感神経の方なんですね。で別段何も原因ないのに、そういうふうにちょっとこう精神的に興奮して交感神経がちょっと働き強めたっていうのは、この場合は人差し指です。そうかって言ってですね、人差し指をちょんちょんってやって、チャ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 っと出してやったら、もう見る前に熱はスーッと下がってきます。ビビン泣いてた子供がですよっとこう顔色がこうパッと変わりますから、あ、そうなると大体大丈夫ですね。まあもうちょっと時間見て、まあ半日ぐらい時間置いて、行けそうだったらちょっと行ってみるかと。でもあんま無理しなくて、まあ、3日の工程2日ぐらいにして早めに切り上げて帰ってくるぐらいだったら、行けるようになるかもしれません。で交感神経の、高い熱が出る、風邪をひきますね。で子供の孫の目を見ててください。夜中になってですね、パッとトイレに行きたいって言った時の目をパッと見てください。もうね、目がスカッとこうね、澄み切ってます。交感神経が異常興奮してるとね、目がスカッとこう澄んでくるんですね。それで、言うことも結構ハキハキしてます。どうしたんだ、トイレってね、パッ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 、しょんべたっとしたらパッと帰ってきますよ。お父さんたちみたいに、あー出ないってこんなことはないですから、シャッとしょんべんしたらシャッと帰ってきますからね。あーそうなんだなと、交感神経だったんだと。でそれから次の日熱がさっと下がりますでしょ。そうするとね、ちょっとね、お利口さんになる、子供がね言うこと聞くようになる。あれは知恵熱だなと昔の人は言ったんですね。副交感神経異常興奮してるところに交感神経が興奮する風邪をひきました。そうすると自律神経のこうバランスが取れてるんですね。だから風邪ひいた後はなんか言うことを聞くような子供になって、うちの子供ちょっと、知恵ついたねと、で知恵熱だったねと、こんな話になるわけですね。だから上手に熱を出して子供の自律神経のバランスを取るということもまんざら悪くはないです。8番目ですね、まあ今言いましたように交感神経を抑制するのは手の人差し指です。まあ、足の薬指 H6F4 っていうように H6 は手の人です。 F4 は足の小指です。どっちあってもいいです。どっちが効くのかっていうと手の人差し指、手の方が大体効きます。あんまり効きすぎてもいけないなと思ったらですね、足をやってください、ね。でうちの子はちょっと敏感だからなと思ったらですね、5滴ぐらい出血させているところでこうやって顔を覗き込んでみてください。なんかすやすや寝てるとかニコッとしてるとか言ったらもうそこでやめていいです。でまあ、あら、まだもうちょっとかなと思ったらあと5滴ぐらい、10滴ぐらい出してください。3歳ぐらいまでの子どもの目安は10滴です。皆さんは40滴、30から40ですけど、ちっちゃい子どもはだいたい10滴です。10滴でよくなります。まあ手か足かどっちかやるか、まあ右か左のどっちかやるかで10滴ぐらいで、やめてみると。でここに書いてある10分ぐらいは様子を見ると、
ね、うちに来て子どもの治療することないんですけど、ご家庭で治療される時には、まあ、清潔しらくやりましたらですね、まあ、最低10分ぐらいの様子見てどう変わるのかなと、まあやったけどもどんどんまだ熱も出てるしと、具合も悪いし咳も出てるしと、こうなってるのか、やったらなんか少し調子がなんかこう悪くなってないぞと、悪くなってないんだったらそのうちこうやって下がっていきますから、もうその時はもう様子見てていいです。やってた途端にこうやってちょっと良くなったんだらもう手出す必要ないです。そこをやりすぎないようにしててくださいね。結構やりすぎる場合がありますから、やりすぎたって言って悪くなることはまずないんですけど、まああとはゆっくり寝せてください。で、9番目ですね、インフルエンザ、これからインフルエンザ出てきますけど、インフルエンザっていうのはこれは風邪、普通の風邪とは違いますので、ウイルスが体の中入ってこれがバーッとこう増えている状態ですね。この状態交感神経が異常興奮してます。また交感神経が興奮してるとインフルエンザのこれウイルスですから、これも増えやすくなるみたいです。これはですね、インフルエンザの時では H6F4 交感神経を抑える治療をやってもすぐには下がりません。熱も下がります。なぜかというと、インフルエンザのウイルスがどんどん増えてます。でそれに対抗する白血球がバーッと出てきて戦争してるわけですね。でこの戦争してる時に我が方の味方はですね、熱なんです。熱が高く出れば白血球っていうのは元気がすごく良くなります。でウイルスやなんかどんどん力を落として、我が方勝利とこうなるようにできてますので、下手に解熱剤なんか飲ませないというのが世界の主流になってます。日本だけはまだ風邪ひいて解熱剤の入ったお薬をこう飲ませていると。ヨーロッパではですね、インフルエンザが流行っている時には病院に行かないと、もうインフルエンザどうしようもなくなった患者さんが病院に行ってるわけでしょ。でうちの子風邪ひいたみたいんだけどって言って連れていくでしょ。もらえますよねわざわざそんなところに連れていく必要はないと。もう街でインフルエンザ流行ってるんだったらうちでゆっくり寝せてる方がいいと。通常感冒、交感神経が興奮しただけの風邪だったらうちでじっと寝てる方が絶対いいですから。とかその弱ってるところにインフルエンザの、ね、ウイルスがいっぱいいるようなところに行ってしまうと、そりゃ簡単に感染してしまう。感染するだけじゃなくて発病して結構重症化することがありますから、まあそんなことが分かってるんでしょうね。ですね、10番目、ここからこうちょっと治療の実際ですね。子どもの治療、生後1年まで、この間もインターネットで、赤ちゃん何歳から始めていいんですかということですか。まあうちの子はもう何歳からでも始めますけど、まあよその子だったらですね、ここ書いておりますように生後1年ぐらいだったら、お母さんが生後1年ですからおっぱいやりながら、それでこう指をこう優しく撫でてあげると、こうやって刺激するだけで、手の人差し指刺激するのか薬指を刺激するのか、どっちかで結構良くなります。まあ撫でるだけでもいいということですね。で2歳を過ぎる頃になるとピソマというのがありますね。まあこういう台紙に貼ったものがある。ピソマの1,2,3と3種類あるんですけど、これの大体2歳ぐらいだったら1でいいです。1はもうちょこっとなんかチクッとするかなぐらいの刺激です。それで十分ですから、それをペタッと貼るだけでも良くなってきます。まあ効き悪いかなと思ったらそれをトントントンってやってる。大人が3、中間の2っていうのがありますから、まあ子供のためには1を持っておけばいいと思います。ピソマと言います。最後にこの治療効果に驚かないでって書いてますけど、これね、さっきも関東の方から電話かかってきた。この間鍼灸師の先生が、私11月横浜行くんですよね。横浜行って清潔者研究会やるから、そこを僕行きますから、そっち来ませんかって言ったら、いやすぐ行きますってね、聞かないんですよ。今からすぐ予約して来ますから、いつなら空いてますか、おいでになるんですね。えらい勢いなんですね。こっちもちょっと勢いに起こる、あ、まあじゃあどうぞ、ね、自分がこう顔に針刺すようなこう
治療をやられてらっしゃるんですけど、もう清潔しなくて楽すごい治療法があるもんだと、今からすぐにちょっと来ていいですかってお見えになって、お若い方なんですよ。もう40か37、8歳ぐらいの方なんですけどね、見てみたら肝臓悪かったり腎臓悪かったりするんですよ。で、先生治療してみましょうって言って治療するとね、うえーよくなったってね、もうびっくりしてる。鍼灸師の先生ですよ。びっくりしてるんですね。そこでびっくりする分いいんですよ。患者さん目の前にして自分がびっくりしたらダメだ、ね、患者さんがびっくりする分にはいいんですけどね、治療してる方がびっくり。いやでも時々そういうことあるんですよね。僕もね、ドキッとするようなことあるんですね。もう時々ね、ものすごい耳鳴りが治った患者さんがなんかいてね、こうやってね動かなくなるんですね。で、もう患者さん動かなくなると、これてっきり悪くなったのかな、あ失敗したなと思うじゃないですか。で、恐る恐る、どうですって聞くんですよね。もうしょうがない、どうですかって聞いたんですね。で、こう患者さん、世の中にこういうことってあるんですねって言うんですね。もうますますびっくりしてですね、今耳鳴りがなくなりましたって言われるんですね。はあと、いやびっくりしないんですよ。こうやってびっくりしない顔して、もうそうですよとこう言ってね。10年間腕が上がらないっていう患者さんがね、10年目にうち来たんですね。ちょんと注意して、腕上げてみてください。うわっと上がったら患者さんがもうびっくりするんですね。私もそうでしょっていう顔するんです。難しいんですこの辺はね。私もだいぶやってきましたから慣れてきましたけど、やってるおじいちゃんが動揺すると悪くなったんじゃないかって家族はびっくりするんですね。おばあちゃんが、どうしたのみたいな顔するとダメですから、ああ大丈夫大丈夫、その時はですね、大丈夫大丈夫って言いながら、おばあちゃんすぐトイレ入って携帯電話で私に電話してください。どんな状況、ああそれ大丈夫ですか。トイレ出たらお孫さんの顔こう見てちゃんと熱測ってみてください。2度ぐらい下手すると下がってますからね。でこうで、あれもう本当熱ないわと、こうなればちゃんと効いたっていうのは分かりますので、そういうふうに自分が驚かない、これもコツです。あ、ここちょっと赤印でこう湧く、これお詫びです。本当に申し訳ないんですけど、生産量が販売量に追いつきませんで、アミノ酸の製品が今欠品しております。申し訳ございません。今アミノ酸のエキス のソフトカプセルがないんです。液体の方もちょっと生産が追いつかなくて、できておりません。これ一つはですね、世界的にお酢のブームなんです。今うちでもらってる宮崎県の綾町の大山食品のお酢っていうのはヨーロッパ その自然食のお店に大量に出てるんですね。で、思わずそこでもたくさん出る、国内需要も増えていると。で、私のところももうだいぶ前からもらってますので、うちにもあげなきゃいけないということで、みんなこうちょっと均等割りで少しずつになってるんですね。で、うちでその原料が出来上がってるのが大体11月ぐらいじゃないかなと思います。で、まあ、11月か12月には製品が、出来上がるだろうと、こういう何ですか、こういうエキスのこういう液体のものとカプセルのものがちょっとできておりません。まあそれに代わる肝心要とかですね、壺丸ごとの方はありますので、こちらをどうぞご利用いただければと思います。濃度はこちらの方が随分濃いです。それではですね、これいきましょうかね。夏の疲れは風邪と脳卒中というのがあります。やっと涼しくなったと思ったら次は台風と。まあでも台風が過ぎたらまたちょっと暑くなるそうですから、気をつけてください。夏の疲れは風邪と脳卒中。すいません、私お茶持ってくるの忘れた。お茶をいっぱい。夏と書いておりますけど、この1番目、暑さと紫外線、
紫外線は秋でも結構強いです。ですから紫外線で、ちょっと旅行に行ったりとか、もみじ狩り行きましたとか言って帰ってくると、わあなんか疲れたなというようなことがあります。結構紫外線にこれ火傷ですから、太陽光線というのは当たるとちょっと色がこう黒くなったりしますけど、これ火傷と思ってください。軽く火傷してるんだと。で2番目、その紫外線とか、まあ、太陽光線、これは交感神経が異常興奮していると。でそれがこう抑制されないから疲れが取れないんですね。でもうそろそろ稲刈りが終わって、収穫が終わって、まあ少し時間ができるんですね。もうちょっと後ですけどね。でそうするとどうするかというと、お百姓さんたちは、みんな自分の収穫物持って、海岸の方の温泉に行ったりとかですね。まあ大分とかあの辺だと別府とかそっちの方とか山の方の温泉に行くんでしょう。福岡はあんまり温泉なくてですね、近くというともう唐津とかあっちの方なんですね。でこちらは塩湯です。私が行ってる津屋崎というところにも塩湯の温泉がありますけど、塩のお湯っていうのは結構疲れを取りますので、そこにゆっくり自分たちが持ってきた野菜をお米を、やりながら湯治するわけですね。で夏の疲れをこう取っていく、これはもう交感神経をずっと抑制すると、そういうことを年に一度はやろうと。ところが今はそんなことも風習なくなりましたので、一年中お百姓さんも忙しい、皆さんはもっと忙しいかもしれません。で交感神経がずっと、働きっぱなしということになっている場合は、ちょっと後でこの風邪とか脳卒中が来るわけですね。3番目は、まあ、太陽光線紫外線はやけどと、こういうことですね。やけどすると活性酸素っていうのは非常にたくさん増えてきますので、誰か電話が鳴ってるんじゃないですか。あ、うちの奥さんの電話でした携帯マナーモードにしときなさいってねすいません、時々こうやってねよそにお話行くと、誰か電話が、あ、僕のだとか言ってるすいませんって僕が謝ることが時々あります。さあ次ですね、4番目、日焼けも度が過ぎれば害になる。アレルギーがある人は、活性酸素が少し発生するのはちょうどいいんですね、まあ、ちょうど自律神経のバランスが取れていいんです。だから子どもたちはどんどん日焼けさせればいいんです。長袖長ズボンでビラビラがついた帽子かなんかかぶせてる保育園がありますけど、あんなとこやっちゃいけないですね。もうガンガン日焼けさせて、もう真っ黒に日焼けさせるような保育園だったら、もう自分のアレルギーはですね、ドーンと引っ込んでしまいます。これは自律神経のバランスが取れるんですね。はい、裏側行きましょうかね。で5番目で、マクロ血球に日焼けしましたと。で日本人はですね、皮膚がん少ないんですインターネットでですね、あ、ここ書いてますね、インターネットでがんの種類調べたんです。肺がん、胃がん、大腸がん、肝臓がん、膵臓がん、乳がん、これ多いんです。で皮膚がんも増えてるのかもしれませんけど、統計に出てこないぐらい少ないです。皆さんも一回見てください。いやー増えてますっていう人いるんですよね。でそれはね、なんかこう顔に塗ったくったりするようなものを売ってるような人が増えてる。増えてはいるんです。増えてるっていうのは、他の病気で死ななくなったらこれ増えるんですよね。これ率の問題ですから。わかります？それは。この辺がね、数字のマジックでね、皮膚が増えてる、何パーセント増えてる、増えてる。でも他の病気で死ぬ人が減ったからっていう、そんな話もある。でオゾンホールの問題からオーストラリアの皮膚がん、オーストラリアの人っていうのはですね、白人です。オーストラリアの白人です。危ないのは。黄色人種。皆さんみたいなところはですね、しっかり日焼けしますので、紫外線とかですね、太陽光線から結構守られてます。あれですかね、頭も日焼けします。日焼けします。だからメラニンちゃんとあるから大丈夫なわけですよね。守られてるわけですね。髪の毛で守った方が本当はいいんですけど、まあ帽子かぶってちゃんと守られてますから。
そういうことですね。6番目いきますね。全身の交感神経を抑制するのは手の人差し指と足の小指 H6F4、まあ、皆さんは、これでちょっと風邪ひいたなっていう時はですね、まず H6F4、 今日お見えになってる、今日来てる参加者のほとんどあの H6F4、 交感神経を抑える手の人差し指足の小指、これで大丈夫です。ここあの絵を描いてますよ。この部分ですよ。赤丸印つけてますでしょ。ここを刺激するんですよ。ここから血出すんですよ。そうすると交感神経抑制されて、風邪が良くなってきますからね。治療前にまず体調を確認してください。なんか風邪っぽいなと思ったらですね、なんか熱っぽいかな、まあ、体温を測ってください。で昨日の風邪がなんか疲労が抜けないとかですね、なんかだるいぞとかですね、体が重たい、頭痛いと、関節がなんか節々が痛いとかいうのがあるでしょ。血圧高くなって胃腸がなんか食欲ないな、今日は食べなくてもいいかな、あもうなんかあだるくて今日は歩けないと、早く寝ようかなと、こういうふうになってるかどうか、これをしっかり確認してください。どういう症状がこういう風邪症状の中にあの皆さんあるのかと、これを確認しといて H6F4 の清潔試薬をやってください。で H6F4 の清潔試薬をした後に上記のような体調に変化が出るか確認してください。風呂上がりのようなですね、さっぱりした感じになる人もいます。これ浅見先生もね、あの21世紀の医学の方によく書いてらっしゃいます。患者を治療したら患者が風呂上がったみたいな感じになったと。ちょっと汗が出たりするんですけど、さーっとこうスーッと楽になったと。風邪が良くなるっていうのはそういうことです。風邪というのは神経、自律神経の交感神経異常興奮の症状ですので、交感神経が抑制されると風邪の症状も一緒にパッとなくなることがよくあります。ただそれは治療前に確認しておかないとどれが良くなったのか分かりません。よく確認しておいてくださいね。でやった後に自分では気がつかなかったけど、家族にあれなんか元気になったんじゃないと言われる場合もあります。次が3ページ3枚目ですね。これです。3、交感神経を抑制するのは H6F4 ともう一つは百会です。頭のてっぺんですね。この図をこれ頭上から見てるんですね。いつもこれの時は岡本さんの頭借りてやって申し訳ないから今回図にしました。毎回こう線引くとね、そうですか。またいずれよろしくお願い。今回あのとりあえずあの図にしましたので、これで見ていただいたら、あそうか、あのそのうち岡本さんの頭こう線引いてあの写真撮影会やります。でこっちで私が100円ずつもらえますので、スマホで1枚100円ということでね。百会というのが耳と耳をこう結んだ線ちょっと後ろですね。これ百会で、8番目ですね。百会からは、まあ、大体10滴から20滴出血させるんですけど、あの鍼灸師の先生の間で5の目という言い方をするんですね。5の目何かっていうと、百会あったら俺ちょっといいぞと、いいんだけどもう少しあのもうちょっとこの効果あった方がいいんじゃないって言った時に、もうじゃあ100円のちょっと前やってみようかと、後ろやってみようかと、おおいいぞいいぞと、じゃあついでに前後ろやったから横やったらどうだと、で結局真ん中と前後左右をやるという5の目と、よくは、清潔試薬研究会の YouTube の動画やなんかで、先生たちがですね、100円やったのでよかったから5の目をしましたという言い方することがあるかもしれない。あんまりこういうなんかこう専門用語っぽいのはあんまりあの使いたくないんですけど、五の目って言ったら才の目の話ですからね。専門用語なんもあったもんじゃないですよね。博打打ちかみたいな話ですからね。五の目みたいなね。でこの五の目が2種類あるんですよ。ね、お2つあるでしょ。前後左右の五の目。それから斜め45度の五の目と。この2つがある。この斜め45度の5の目っていうのは何かっていうと、浅見先生がこの、脳のこれやりましたでしょ、前の方が運動領域で後ろが知覚領域なんだと、
こんな話をしたと思うんですけど、そういう時には百会の斜め45度ぐらい前のところをやると。これはもう当てずっぽで構いません。皆さんがこうなんかメーターで測ったりとか押さえてどうかとか、そんなこと考えなくていいですから、ちょっとこう斜め前斜め後ろやってみてください。ここでよかった、例えば斜め後ろをなんか今のすっきりして気持ちいいぞって言うんだったらですね、まあ、全部4箇所やってみたい、もう一回そこのところのなんか前後左右良さそうなところを自分でやってみてください。もうちょっと効くかもしれません。5の目というのが、前後左右と斜め前という2種類がありますと。基盤目ですね、百会の刺激、百会の、まあ、刺激をすると志らくができればいいんですけど、よく電話で、いろんなこうね、相談がある、電話の多い料理店でしたかね、あれは、なんかそんな小説がありましたでしょ。電話が多い鍼灸治療院なんですね、うちは。患者さんの数より電話の方が多い場合があってですね、これじゃなんか身入りがあんまりないなと思うんですけど、まあいいや、世のため人のため。でもね、電話の向こうでね、何にも道具持ってない人いるんですね。インターネットで見たんですけどって唐突なんですよ。誰なんだろうってね思うんですけど、まあなんか縁があって電話あったんだろうと思ってね、何ですかって言ってね、肩凝ってどうしようもないんですとかね、痔が出てどうしようもない、痛くて座れないんですけど、何かないですかとかね、もうほんとすごいですよ。時々ね、先生こういう病気なんですけど治りますかとかね、分かるわけないでしょ俺にね。もうね、電話切った後大塚にね、治るかって言われたって言ってね話するんですけど、ね、でもやり方ないことないです。爪楊枝をですね、爪楊枝を10本ぐらい絡めて輪ゴムでぐるぐる巻くんですよ。それで頭のてっぺんをツン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 つっついてくださいと。ね、暇な時はね、電話置いていいから爪楊枝持ってきてって言うんですね。でしばらくすると爪楊枝持ってきました、ああ輪ゴムも、ああちょっと待って輪ゴム持ってきましたってね、でぐるぐるぐっと巻いて先端をこうトントンやってそれる。で今からね20回叩いてくださいって、20回トン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 やるんですよ。トン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 。でお尻の具合どうですかって、腰をこうやってもらうでしょ。トントントン。お、なんか良くなってきた。でこう爪楊枝見るんです。おお、爪楊枝に先生血が出てます。血がついてます。ああ大丈夫大丈夫。あなたしか使わないでしょ。こう結構効くんですね。で皆さんもこれやってみてください。爪楊枝、使い方はこういうものがある。それではですね、裏っ側いきましょうかね。4番目と10で、夏の疲れっていうのは心臓に現れることが多いので、まずは心臓ですね。もうそろそろ終わってもいいんですけど、最後今日というか、まあ来週、まあもう一回台風過ぎ去った後ぐらいに暑さが来ますから、もう一回ぐらい患者さんに言われなくても心臓の治療をするんですね。今日も朝の患者さん2人とも、はい深呼吸をしてってね、はいその深呼吸を覚えておいて、あちょっとやりますか、はい、はい深呼吸してください、大きく吸ってバー、ヨガとか気功してる人はうーんとか言いながらね、腹式呼吸があんなやらなくていいですからね。山登った時にヤッホーって前とこう深呼吸するでしょ。ああいう風にしてあーっと深呼吸して、その深呼吸が胸に入るのか、みぞおちに入るのか、下腹部にお腹に入るのか、この3つです。これはね、さすがヨガと気功やってる人たちね、呼吸がさーっと入るんです。でそういう人はね、心臓悪くないですね、意外とね。息切れしますかって、ああ息切れしたことないですね。ああいう呼吸法ってのはやっぱ大事ですよ。でこうそんな話すると、あじゃあ私も気功に行ってみようとかね、ヨガ行ってみようとか言ったらね、行ったけどね、周りのみんなは一呼吸のうちにこうできるんだけど、私途中で疲れてできません。これはですね、治療を先にやらなきゃいけないですね。こういう人は H の3の整形志らくをやっといて、それから深呼吸をするとスーッと入るようになる。それから囲碁教室に行くわけですね。それで H3、手の小指の H3、それから全身の交感神経を抑制する H6 と足の小指の F4、この6箇所やっていく。では11番、夏の疲れが、秋に出る風と肩こりと。
まあ、風邪はだいたい咳が出たりとかね、まあ、鼻水とか鼻詰まり、呼吸器系が多いですから、こう秋に出てくる、疲れてる人が秋になるとなんで出てくるのか、まあ喘息もそうなんですけど、秋っていうのは乾燥してます。乾燥に一番弱いのはお肌じゃなくてですね、あの肺なんですよ。鼻の穴から喉から肺というのは全部粘膜、湿ってる臓器なんです。これがずっと乾燥してくると、風邪をひきやすいと、呼吸器を悪くするんですね。で喘息になったり風邪ひいたりするわけですね。まあ、私もあのもう来月ぐらいになって、ここに加湿器を置いてる。喋ってると口呼吸でしょ。鼻呼吸してればこの鼻のこの中で湿り気を、ちゃんと与えてくれるんです。口呼吸はダイレクトに肺に乾燥した空気入れますから、もう一発で声がどん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 枯れてきます。で、だいたい養生会やった夜っていうのはですね、なんかこの辺がいがらっぽくて、でそれこそ体調悪い時にね、次の日熱が少し出たりする。でも自分で一生懸命こう終わった後に整形しなく一生懸命やる、ね、乾燥がいけないんですね。で特にあの咳が出るような人っていうのはですね、常からあの肩こりしてる人が多いですね。乾燥と咳とかですね、肩こりと咳とかですね、こういうのは因果関係ある。だから肩こりして乾燥があって夏の疲れがある人とかいうのは、もう風邪引きに行こうかなと思ってるような人ですね。ちょっと風邪でも引こうかっていうような人はそういう人です。だから肩こりを取らなきゃいけないですね。で肩こり取るにはどうしたらいいかな、あ肩こったなってこうやるでしょ。しません？肩こったなってポンと力抜くでしょ。これ風邪ひいてる時の咳と一緒です。ってやってるのは、力をギュッとパッと抜いてるんですね。ギュッとパッと抜いてるんですね。血液も流れるし、筋肉もギュッとパッとこうほぐれるんですね。だ肩こりしてる咳が出る。風邪ひいたっていうのは肩こり治療してるようなもんですね。咳が出る人。肩こりしてない人は他のところの症状としてお腹が具合が悪いとか、他に出るでしょ。で咳で肩こり、ね。だ今のうちから肩こりしないように、体をこうほぐしてやってれば、それから肩こりの治療やってればまあまあ、軽い咳で済むかもしれません。で12番目で交感神経を抑制するっていうのは、酸味がある食べ物ですね。ですから皆さんがこの秋になるともうこのここのところであのグルメ番組見るともう鍋料理また鍋料理かっていうぐらい鍋料理でしょ。であの時にあのちょっと酸味のものをこう加えるんですね。大塚さん、あなたのとこは何だったかね、あのみかんは、青いみかんはカボス、大分はカボスなんですよ。どっかは柚子だったりとかですね、いろいろあるんですけど、あのみかんの赤くなる前みたいなやつですよ。僕あれ嫌いなんですよね。あれ嫌いなんです。あんたがね、柚子胡椒も嫌いなんです。余計なことするなって言うんですね。みんなで鍋かなんか行くと、あの鍋奉行かなんかがこうやってこうやってみんな余計なことするなって俺のに入れるなって言いたい。入れてしまうとね、あのもうね、何食ってる、もう柚子食ってるような匂いがしてね、もうダメなんですね。あ、お好きな人はどうぞやってください。あれがあの交感神経を抑制するんです。あの酸味とかですね、あの香りとか、あれがいいんですよ。ね、自分は嫌いだと言っておきながら、でもあれが好きだっていう人は、あのうちのお袋があれが大好きだったんですね。あれが大好きな親、お袋がいて嫌いな息子がいるんですから。まあ親は分かってますよね。この息子嫌いだから入れないってね。僕もお土産であんなもん買ってきたことないですね。お袋はお土産で買ってくるんですよね。なんか意見が合わないですよね、そこでね。で皆さんも例えば私が作ってるこのエキスの、あの黒酢のエキスを取っていただくんだったら、この肝腎要が一番いいです。秋から冬の常備薬っていうのはこの肝腎要です。開けるでしょ、口にピュッと入れるでしょ。大塚さん今日肝心要ないの？ちょっと皆さん一つずつ配ってあげて、これだけ言ってないのっていう話になるから。あります。もう今ね、肝心要の話しただけでも唾液が出てきてしまいました。でなんで唾液が出てくるか、
これは交感神経が抑制されて副交感神経が働きを強めるから消化液が出てきたんですよ。だからね、肝心要こう見るだけでもいいんです。ご利益があるんですね。すごいもん作ったでしょ、ね、本当ね、今から配りますからね。あ、また唾液が出てきた。喋れなくなってくる。で、こんな話をしても唾液が全然出なかった人います？これ、あんまり唾液出ない、大丈夫かな。唾液が出ない人っていうのは交感神経が興奮している人です。だからそういう人こそこの肝心要をですね、そういう人はもうちょっと今日あたりは3つぐらい飲んだ方がいい。バババッと。でもね、全然酸っぱいって感じないんですよ。不思議なもんでね。私もこれだけあの柚子だかぼすが嫌いだって言ってるでしょ。でも風邪ひいた時にはね、あのこんななんか夏みかんみたいなのあるんですよ。あれをね3つ食べました。美味しいんですよ。もう風邪ひいてうわーってやってる時にね、なんかみかんあんたあれ持ってきてって、こう枕元で一つ、また剥いて二つ、あーありがとう、で3つっつってね、あれ3つみかん食べてる、あー美味しいっつって、またバタッと寝るんですね。と熱が引くんで、で皆さんあの旅行これから行くでしょ、カバンの中でこれ10個ぐらい入れて、で具合が悪いって言ったらこれ飲んでごらん、酸っぱいからね、酸っぱいからね、コップ水用意してちょっと飲ませて。でもね、もうぐったり疲れてる人は何が酸っぱいのこれがと、ね、あら酸っぱいのダメって言っても、もう疲れてダメっていう時に飲ませたら全然大丈夫ですから、心配いりません。次行きましょうかね。肝臓5ページ、肝臓ですね。今日の患者さんもですね、年齢54、5歳ぐらいの方で腰が痛いで、右にこうやると、あ、左の腰が痛いっていうか、まあ腰が痛いって言うんですね。で、仕事はっていうと、仕事はもうデスクワークばっかりと、重たい荷物持ってるわけで、運動もしたことない、でも腰が痛い、ね、50何歳で腰が痛いって言ってるんですから。で、運動会にも行ってないですよね。ということは内臓から来た腰痛をまず一番に考えなきゃいけないですね。で、お腹を押さえてみても痛いとこないんです。ただし左側はこう肋骨の際に指が入る、肋骨の際指入ります、こうやって指が入るのが普通ですからね。ところが右側はパンパン張ってて指が入らないんですよ。痛くはないんです。痛いですかって言うんですけど、痛くないです。そうですよね、パンパン張ってて指が入らないから痛い肝臓まで指が届いてないんですよ。だから痛くないんです。でも患者さんもこう押さえてみたら、あ、左は柔らかいけど右は硬いねっていうのが分かったんですね。でそれでこの肝臓の治療をしました。右足の F2F6 で肝臓の治療をしました。で押さえてもらうと痛みが半分になったんですよ。あれ、痛み半分になった。それで、じゃあもうちょっと治療してみましょうかねと。でこれ胆のがすぐ横にありますから、これにはちょっと書いてませんけど、胆のをちょっと見てみよう。で右足の F5 整形手術したんですね。ほんで押さえてもらったらもうますますいいんですね。もう残りは 2,3 割ぐらいになったんですね。でこう体を動かしてもらうと、右に倒してもこの腰痛が出なくなった。右に倒して腰痛が出ます、肝臓を潰してるんです。わかります、ここに肝臓があるのを右に体を倒すことによってベチャーっとこう肝臓潰してるんです。それであたたたたた、肝臓が潰れて痛いよと、そういう腰痛なんですよね。それで良くなりました。でもあと3割ぐらい残ったんですね。でもほとんどあの治療においでになったらすぐと、今どうですかと、ああもう本当になんか俺腰、てっきり腰に針ブスブス刺すもんだと思ったと。で針の治療って初めてらしいんですね。皆さんみたいにあの熱心な人があの連れてこられたんです。ご本人は治療しないんですよ。朝患者さん2人連れてきたんです、手引っ張って。その方ありがたいですよね。なぜ僕が皆さんをこれだけ大切にするかちょっとバレてしまったような気もしますけど、いや本当に頭下がります。いやそれにね、あのついぞ騙されてみようという患者さんも素晴らしいですよ。
でもね、タクシー代未然に切って患者さん連れてきてくれるその皆さん、もうね、こんな素晴らしい人が世の中にいたもんかと。だからもう肝心金も差し上げますし、今日お土産もなんかあるの、別にあるって言ってますから、大塚がうんって言ってるぐらいですから、なんか出るんですよ。やっぱり多くしよう。いや、まあほら半分冗談ですけどね。で、清潔白楽をこれだけ世の中にこう広めていただけるっていうのは、もう皆さんが一番ですよ。やっぱね、あの鍼灸師の先生も何人かいらっしゃいますけど、あの今日ここに来るような清潔白楽研究会に来るような鍼灸師の先生っていうのはね、もうむちゃくちゃ心が広いんですよ。自分でもこれだけ良かったから友達に教えよう。さっきあの東京から電話かかってきた先生、友達集めてね、清潔白楽をみんなにやったそうなんです。鍼灸師の先生の中の一人が、こんなによく効くんだって、俺今からすぐ福岡行くっつって。で、いつ来るの今度。来月。ああ、予約して。来月？来月、横浜の勉強会の前の日。前の日？そこ金曜日に。僕あの土曜日から横浜行くんですよ。大塚さん、もう少しちゃんと言わなきゃダメよ、あんた。伝えたの。翌日おそらくその人と横浜で会うんじゃないかと思うんです。もうそのくらい、まあね、こう広めて、やっぱ来た、よし行こうってこうなるんですよね。頭下がりますよね。あ、それで話は次。あの、次のページ見てください。で、その患者さんはですね、7割良くなった。もうね、もういいみたいな感じだったんですよね。いやー、なんかいいですね。あのまだちょっと曲げると突っ張り感あって、なんかちょっと抵抗あるけど痛みないですって言われるんですね。もうそれで治療代もらって帰った方がいいんです、本当は。返した方が。ただあと3割直してくださいって、また明日も来ますから。でしょ、これ営業政策ですよ。ねえ、2回儲かる、1粒で2倍おいしいっていうのがありましたけどね。で、私の性格はそれがダメなんですよね。そうですか、あと3割治療しましょうって言うんですよね。で、治療したのがこの14番の腎臓なんです。で、右にある臓器としては、右の肝臓、それから右にあるから胆の、大きいところでいくと右の腎臓があるんですね。で、ここまでやっといて右の腎臓の治療しない、僕 100% ありません。絶対やります。もうやらなかったらですね、私うずうずして眠れません。なんであの患者さんね、腎臓の治療せずに帰っ、あ、もうちょっと今から行ってこようって、まあね、カルテ見て住所見てですね、電話して今から行きます。もうこうなりますから、絶対やります。やらずに返すことも絶対ないです。だから儲からないですよね。あのだいたい売り上げ2倍になってるはずなんですよ。これで2回治療すれば、そうでしょ、10万儲かるとこだいたい20万儲かるんですよ。うちは100万円の売り上げがあるはずなのに、本当は200万、1000万儲かってる。そしたら2000万儲かるんですよ。皆さん考えてください。1億円儲かったと思ったら、こっちにもう1億円あるわけですから。でも私この1億円いらないから、治療させてください。僕はそっちの方がね、嬉しいんですよ。楽しいんです。で、やりました。お腹押さえてもらいました。もうほとんど9割方お腹押さえてもね、痛みない。わかりました。それ覚えておいてくださいね。で、右足の F3 の整形しちゃう、わーっともうね、これでもかってやったんです。どうですか、押さえた、もうすっかり右と左が同じ感じになりました、ね、そうですか、よし、もう一回やろうって、もう一回 F3 を、他の F2 とか F6 は2回ずつやったんですよ。だから F3 もちょっと2回やろうと思って、もう一回腎臓の治療をやったんです。ここ書いてあるでしょ、 F3 っていうのは足の小指の薬指側のところ、これが F3 ですから、腎臓の治療。ごめんなさいね、ちょっとちっちゃかったですか。分からなかったら隣の人を教えてもらってください。その F3 どこかっていうの分かります？ F3 ね、足の小指の薬指側のところ、これが腎臓の治療ですよ。そうだ、大きいのもあるんですよ。大きいのもあるから大きい方で見てもらったら分かりやすいんじゃないのって向こうからご指摘ありましたので、これですね、これは大きいですからね。これ F3、足の小指、
あ、ちなみにこれの勉強会来週ですから、あの地熱感度測定法とか、あの、温熱刺激で清潔を治療しようっていうのは来週です。来週の26日やります。なんでこれやらないのっていう話になるかもしれませんけど、それで腎臓の治療や2回やりました。 F3 やりました。お腹も右左同じになった。右どうですかって聞くとダメですよね。右押さえた感じと左押さえた感じが同じになるのも大丈夫ですよね。で立っていただいて、はい、腰をこう動かしてください、腰痛どうですかと、全く痛みがなく抵抗感もありません。あ、よかった、これで眠れるとそういうそういうことです。そんなことでした。あ、来週はですね、やるのはこれをやります。まあ予習で皆さんお暇な時はこれ見といてください。前一度あのセイリンが出したこの音球機っていうのがあるんですね。音球機の使い方っていうのをちょっとやったんですけど、まあこれ今回買ったら書いたらですね、先生そんなにいいものがあるんだったら、あの売ってください、譲ってくださいって言われるんですね。わかりました、であのちょっと待っててくださいね、これもうちもあの問屋からもらってますから。で問屋に聞いたんです、どうですかって言った、いやうちあの先生のところに出す以外、あの業者さんというか鍼灸師以外出してませんから、あの出せませんって言うんですよね。え、いやお宅直接やってもらったらほら儲かるから、うち儲からなくていいからやってください、いやダメです、じゃあこれ金額はって言ったら、あのネットで出てる金額と一緒です、え、じゃあもしかしたら俺、運送賃損するわけ、あ、そうなりますって言われるんですねほら困ったなと思って、ね、もうしょうがないからもうインターネットでね買ってください。でもなんか私あの宣伝しただけ、まあ、これで儲かろうとは思ってませんけどね、宣伝しただけでした。あ、今後もあの皆さんこれ欲しいときはあのインターネットかなんかどっか売ってよそ行って買ってきてください。うち売りませんからね、売りもしないのにこんだけ宣伝するんですから。でもそれを来週の、26日の日に使い方と、この地熱感度測定法って言って、まあ面白い治療法があるんですよね。これもあの皆さんがちょっとできる、ただ少し真面目に話聞かないと、頭の中でこんがらがってしまうかもしれません。でもそんな難しくない、誰でもできますをやろうと思っております。今月はですね、大山食品さんの協賛を得ましてですね、肝心要のキャンペーンやってます。で、肝心要これ高いんですよ、うちの商品の中で一番高いんです、金額が。なんで高いんだと、本当はですね安いんですよ。この一袋で、今発売がちょっと中止になってます、エキスカプセルってこのアミノ酸のカプセルがありますよね、あれがたくさんできるんです。確か6個か7個か8個ができるんですよ、これ一袋で。だからそれなりの値段するのは当たり前なんですね。確かこれ一袋がですね1,300円か1,400円、あの後で計算してみてください。例えば1300円としてこれが30個入ったら4万円ぐらいする。実際4万円ぐらいするんです、あのこの、 あのボトルに入ってますでしょ。そんな値段しないでしょ、相当お約束してるんですよ実際は。でこれは高齢の方が1日1つこれパッと開けてピュッと飲んだらあの終わりできるようにですね、それだけ高濃度のものを作った。それからあの酸味がないと交感神経抑制されませんので、カプセルで飲んでも酸味感じないんですよね。でそういう方のためにこの口の中で酸味を味わって、胃の中で酸味を味わって、でアミノ酸の量がすごく多い。だからもうこれはもう高齢者の方、あとがんの治療とか結構な病気をされている方の治療用に作ったものですから、まあ秋から冬の常備薬と思ってください、ね、一家に一個これがあって、もううちの旦那がもうひっくり返ってダメだっていう時はこれガッと開けて飲ませると。でその時には酸っぱいとかなんとか言いませんから、飲んでなんかあれ飲ませてもらった後から楽になったから、あれ何だったんだと、いうことになると思います。それからね、